パリ五輪の女子やり投げで日本女子のトラックフィールド種目で日本初の金メダルを獲得した北口春26イコール JAL が12日自身のインスタグラムを更新閉会式で騎士を務めた感想を記したパリオリンピック閉会式と書き出すと国旗を手にした自身のショットをアップアットボイシジキックス選手と一緒に騎士を務めさせていただきました たくさん活躍した選手がいた中で務めさせていただきとても光栄でしたと同じく騎手を務めたブレイキン男子で4位入賞を果たした中来茂之、22イコールダンサー名、茂キックス第一生命保険、とのツーショットも投稿した。まだ連絡が返せてなかったり、競技の投稿ができていませんが、 もうちょっと脳みそが使えるようになってからしっかり投稿しますわらもうしばらくお待ちくださいと綴ると連日ご声援ありがとうございました。と結んだ北口の投稿にフォロワーからはお疲れ様です。金メダルおめでとうございます。北口選手のご活躍心から感動しました。最高の笑顔と金メダルありがとうございます日本人の誇りです感動と勇気をありがとう。 金メダルおめでとうございます。そして感動をありがとうございます。素敵なピカピカな笑顔でした。北口選手がテレビに映り笑顔を見るとそれだけで心も微笑みます。金メダルおめでとうございます。かっこよすぎました。ゆっくりゆっくり休んでくださいね。といった反響が寄せられている。